ーフィゼカス、アウストラロピテクス、その時代のプレゼンテーションと特徴。アウストラロピテクスの語源は、南から来たという意味のラテン語オーストラリスと、猿という意味のギリシャ語ピタイコスである。390万年前から200万年前まで、アフリカに生息していた絶滅した人科の霊長類で、二足歩行をしていたことが、主な共通点です。概念を明確にし、用語に惑わされないために、霊長類という言葉は、ラテン語のプリマズに由来し、特に人間とその近親者が属する胎生哺乳類の目を意味します。オートラオテカスが生息していた気候条件は、下部先進性のザンクリアン期から下部後進性のゲラシアン期の文脈に含まれる。ザンクリアンは先進性の下層に位置し、530万年前から360万年前までの間に起こった、いわゆるザンクリアンと呼ばれる洪水や大洪水を特徴とする時代です。これは地中海盆地を埋め尽くし、地中海と大西洋を再びつないだと考えられる洪水です。先進性の堆積物のもとに今日まで保存されている浸食の特徴から、地中海の海面上昇は1日に10メートル以上の速度に達していた可能性があります。ザンクライドの洪水によってジブラルタル海峡ができ、動物がアフリカとヨーロッパを行き来することができなくなりました。海面の上昇により、ナイル川は現代の地中海沿岸から 900km 離れたアスワンまでリアス式海岸になっていた。河口とは、海岸線の一部が沈下した結果、河口の海岸に海が入り込んだ状態を言う。また、クレタ島をはじめとする多くの地中海の島々が孤立してしまいました。さらに、ジブラルタル海峡が形成されたことで、この時代の動物はアフリカとヨーロッパを行き来することができなくなった。ジェラシアン、またはジェラシアンと呼ばれる時代は250万年前に始まり、1866年前に終わります。後進性の気候は氷期のサイクルを繰り返しており、氷河期の後に間氷期と呼ばれる気温上昇の時期がありました。これは後進性まで続き、ウアンと呼ばれる最後の氷河期が終わるまで続きました。地球の多くが氷に覆われ、この時代には地球の約 30% が永久に氷に覆われていました。後進性は、一部の専門家にとっては、氷河期と呼ばれるべき地質学的なエポックである。また、後進性には一連の氷河期があり、その間には、間氷期と呼ばれる気温が上昇する期間があったため、これは誤用である。動物層では、後進性にマンモス、マストドン、メガテリウムなどの大型哺乳類が登場し、地球上の景観を支配しました。後進性の間は、地質学的にはあまり活動していませんでした。大陸は、地質的にすでに現在の位置にあった。今は、海の中に沈んでいる場所でも表に出ていて、大陸と大陸をつなぐ橋になっていた。間氷期があったことを思い出してください。フローラに関しては、氷河期に見られた気候上の制限にもかかわらず、この時代の生物は非常に多様でした。地球上にいくつかの種類のバイオームが存在し、特定の地域に限定されていたため、それぞれのバイオームに適した植物が発達しました。これらの植物種の多くが現在まで生き残っていることは重要である。バイオームとは、ある生物地理学的地域に特徴的な生態系の集合体であり、その植生と優先する動物種に基づいて定義されます。後進性において人類は現代人へと発展し始め、こんにちは、私は、アーストラオピゼカススアメンシスです。私の名前は、ケニアのトゥルカナ湖に非常に近い、カナポイで発見されたことから、トゥルカナ語で湖を意味する、スムに由来しています。私は新種に分類され、オートラオピゼカス、オーストラリスは、南から来た、ピタイコスは、モンキー、と名付けられたことは重要である。したがって、オートラオピゼカス、という言葉は、
アフィレンシス、アフキカナス、スアネンシス、バーレゲ剤、レイアネダ、ガルヒ、セディバという7つの種からなる一加齢鳥類の属に対応する。アウストラロピテクスの最も注目すべき点は二足歩行になったことです。草木を登る能力は残っていましたが、二足で難なく立つことができるようになり、歩くことと木に登ることを交互に繰り返すようになりました。私たちは約200万年前に絶滅するまで390万年以上にわたってアフリカに住んでいました。私は420万歳から390万歳の間です。私が発見された経緯についてお話しますと、1965年にケニア北部のカナポイ遺跡で初期の人類の腕の骨が1本発見されました。しかし人間の化石が追加されなければどの種に属するかを特定することはできませんでした。その後1994年に再び同じ場所で多数の歯や骨点が発見され、専門家はこれらの化石が非常に初期の人か動物のものであると判断し、私はアウストラロピテクス・アナネンシスと名付けられた新種に属するとした。その後2019年に完全な頭蓋骨の発見が発表されました。私の身体的・生物学的特徴は類人猿と人間の両方に見られる特徴を併せ持っています。私の脳の大きさは現在の大型類人猿と同じで平均500立方センチメートルでした。私の顎は特徴的に強く、しかしやや狭く、歯は硬くエナメル質でした。私の姿は今のチンパンジーとよく似ていました。身長はチンパンジー並み 1.2 から 1.5 メートル、体重は40から50キロだったと推定されます。メスはオスよりもずっと小さく、熱帯アフリカに住み種子や果実、葉などを食べていました。食生活ではオープンスペースの食物、種子、葦、草と果物や貝系の両方を食べることができました。私は石器を使って骨を引き裂き、骨折させて骨髄を取り出し、自分の身を守ったり自分を脅かす動物を追い払うことができました。私の種族はスカベンジャーで、捕食者を追い払い獲物の残骸を利用するための道具として石を投げていました。火の扱い方を知らないので肉は生で食べていました。カナポイの遺跡を古生物学的に復元すると、私が住んでいたのは広々とした森の中であり、また湖畔によく見られる植物が生い茂った場所であったことがわかります。私の二足歩行能力とクライミングスキルはアフリカのサバンナで陸地を移動することを可能にし、また木や背の高い植物に避難することを可能にしました。当初はホモ族だけが最初の道具を作ったと考えられていましたが、アウストラロピテクスの時代に遡る最近の研究結果によると、私たちの種はすでに狩猟で得た皮膚や骨を切断するためのある種の道具を使っていたことが示唆されています。これにより、アウストラロピテクスは古めかしいものではあるが、刃物を作ることができた。こんにちは。私はアウストラロピテクス・アファレンシスです。私の名前は、私が発見された場所であるアファールのラテン語、オーストラルモンキーに由来しています。私の年齢は390から300万歳です。本種は1974年12月24日にエチオピアのアワッシュ川流域で発見されました。発見された個体はメスで、ビートルズの曲、ルーシーにちなんで、ルーシーと名付けられました。発掘された遺跡からは、他にも12体の同種の化石が発見され、それらの研究により人類の起源が解明されました。その結果、直立歩行の能力は、脳が成長する前に現れていたことが分かりました。私は二足歩行でしたが、最近の研究では、地上生活者よりも樹上生活者であった可能性が高いと言われています。固まった肺の中に残された足跡の輪郭を見ると、足跡を残した人かの動物が人間のように効率よく二足歩行をしていたことがよく、わかる。私の身体的特徴としては、体格は細身で、頭蓋骨の大きさは380から450立方センチと人間よりもチンパンジーに近いものでした。推定体重は45から28キログラム。身長は 1.20 から 1.50 センチメートル。
この大きな変化は本種の男性と女性の間で起こります。アウストラロピテクスアファレンシスの場合、体格も体重もオスとメスの似型が非常に顕著である。私の歯にはいくつかの特徴があり、それによって科学者たちは私の食習慣を発見しました。私の摂取は主に質素な食生活の典型的なもので、かなりの大きさがあり、大臼歯とコース歯もありましたが、犬歯は小さかったです。私の味覚は現代人とよく似ていて、類人猿とは全く違う曲線を描いていました。また私の形態で重要なのは骨盤の形です。人間が両足で直立して歩けることを肯定できるようになったのはこの部分の研究のおかげです。多くの科学者は骨盤と足の形状から、私の歩行は現代人のそれとは異なり、より傾いたものであったと主張しています。私の足はホモサピエンスの足よりも短く、効率よく素早く動くことができませんでした。私はアフリカ、特に現在のエチオピア、タンザニア、ケニアの地域に住んでいました。この3カ国ではこれまでに判明している300人以上の遺体が発見されています。私の環境は乾燥していて、あまり密集していない森林地帯でした。より現代的なデータでは、川岸や湖岸を探してサバンナ地帯にも移動していたかもしれません。私は草食で、主に糖度の高い果物や葉っぱの芽を食べていました。また根や海茎、木の実や種なども食べていましたが、私の種はハンターではなかったので、他の動物の遺体を食べることもありました。私の生き方は二足歩行ができる一方で、木に登って立つこともできるという二重の移動能力を持っていたことが特徴です。最も広く知られている説は、私たちは小集団で生活しており、その中で生存のための相互協力をしていたというものです。寝るときは木に登って巣のようなものを作って寝ました。また浅い洞窟で夜を明かすこともできる。他の二足歩行動物と同様に、私たちは非常に社交的で、生存率を高めるために協力関係を築いていました。また現代の類人猿と同じように、複数のメスを支配するオスを中心とした集団を形成していました。子供については、アウストラロピテクスアファレンシスは人間よりも身体的な発達が早く、幼い頃から自立していたと考えられています。私の種族では、鋭い石を使って骨から肉を取り出し、骨髄を得ることができました。火を極めるのではなく、住む場所を作るのでもない。道具の使い方としては古風ではありますが、シャープなものを作る能力がありました。こんにちは、私はアーストラオピゼカスアフキカナスで、名前はサザンアフキカンモンキーという意味です。ある資料では、私は300万年前以下、最大で200万年前以上と推定され、他の資料では330万年から250万年前と推定されています。私は上部先進性と下部後進性という2つの地質時代の間に生きていました。私は南アフリカの発掘調査で発見され、80年の間に200個体以上の遺体が発見されました。私の種は伝統的にホモグループ、特にホモ・ハビリスの直接の祖先と考えられてきました。しかし、一部の研究者は、アウストラロピテクス・アファレンシスを、アフリカヌス種とホモ種の共通の祖先と考えている。近年、後者の仮説が有力視されています。他のアウストラロピテクスと同様に、私も二足歩行の姿勢をとっていました。平均体重は男性が 41kg、女性が 30kg。身長は 1.50m でした。私の頭蓋骨の容量は480立方センチから520立方センチで、現在の人間の1500立方センチを大きく下回っていました。先代のアウストラロピテクスよりも顔が短く、歯の大きさも全体的に小さく、犬歯や切歯が出ていなかったので、現代人の歯と大きな違いはありません。下肢は通常の二足歩行に適応していますが、肩関節は上向きで、腕は足に比べて長く、指は長くて曲がっているなど、登山をする人かの特徴を持っています。私の手は、アウストラロピテクス・アファレンシスの手よりも人間らしく、特に親指のおかげで握力と全身力が強くなっています。
私はかなりオープンなスペースと乾燥した気候の中で暮らしていました。研究の結果、私はおそらくアウストロロピテクス・アファレンシスと同じ空間に住んでいたと考えられています。私の種は狩猟能力が高いため、彼らにとって変わるようになったのです。私が住んでいた具体的な地理的空間は、東アフリカに位置し、現在のタンザニア、ケニア、エチオピアの領土を含んでいます。私の顔や臼歯の頑丈さは、初期の人科動物よりも植物を中心とした食生活をしていたことを示唆しています。祖先から受け継いだクライミングの適応力により、木をシェルターにしたり、静かに寝たり餌を食べたりできるようになりました。地上では、植物や小動物、腐肉などを食べていたと考えられている。アーストラオフテカス・アフキカナスは洞窟を避難所にしていたという研究者もいます。自然界では、採集者は比較的大きな脳を持っています。二足歩行は資源の乏しい生息地への対応であり、農家は新しい食物を見つけ、その処理方法を学ぶ必要性への対応であったと考えられる。アウストラロピテクス・アフリカヌス以来、研究者たちは、食物や物を操作するのに必要な力や手先の器用さだけでなく、関連付けや複雑な思考に関わる脳の部分が拡大する傾向にあることを発見しました。スターク・フォンツァインとマカパンガットの洞窟では、アウストラロピテクス・アフリカヌスの遺骸とともに、非常に原始的な石器が発見されました。道具を作ったという証拠はありませんが、石を叩いたり切ったりして使っていたようです。